大竹京平は、岡山県岡山市出身の元プロ野球選手。左投げ左打、岡山県岡山市出身。京日,日高では、3年夏の岡山大会で1試合21奪三振の大会対記録を受立。しかし、ベスト16で、岡山理大不幸2後の6で敗れ、甲子園出場は果たせなかった。岡山商科大学に進学後は故障などでやや不調の、 時期もあったが、2008年秋には、大学日本代表候補に選ばれ、注目の存在となった。2009年のドラフト会議で読売ジャイアンツに、育成ドラフト4位で指名された。中国六大学野球リーグ、岡山商科大学からは、初めてのプロ野球選手である。ルーキーイヤーの2010年は序盤に、左肘と肩を負傷し、手術を受けたことから、実践登板はなかった。 翌2011年は2軍で9試合に登板し、防御率7.71に終わる。2012年はキャンプで育成枠ながら1軍に帯同すると、オープン戦で結果を残す。同年4月16日、左の中継投手が不足しているチーム事情から支配下選手登録された。背番号は99。5月18日にはフレッシュオールスターの出場メンバーに選ばれたが、 怪我のため辞退した。一軍昇格の機会がないままシーズンを終え、10月5日に戦力外通告を受けた。11月27日、福岡ソフトバンクホークスが育成選手として獲得を発表した。背番号は143。2013年10月26日に戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。 福岡市内にて野球教室リリースを運営その後、故郷の岡山へ帰り岡山市北区中央町でガールズバーを2店舗経営保険代理店も営んでいる。最速時速152キロメートルの速球とスライダー、ホークボールを武器に三振を奪う。2011年秋季キャンプでは原辰徳からチェンジアップを習得するように言われた。ありがとうございます。